リドルジョーカー。びっくりした。今検査中みたいです。ななみちゃんがそばについてます。もう少し時間がかかりそうという報告をしに来ました。あとは陣中見舞いです。これ。いいえ、驚かそうとしたのは私ですから。でもまさかこんな風に気づかれるとは。先輩ってもしかして塚原僕でん？そうなんですか？夢壊れるなぁ。で、先輩はどっちにします？お茶とオレンジジュース。はい、どうぞ。何言ってんですか？そんなのいりませんよ。言いたいことはわかります。でもこれぐらいは受け取ってください。これは病院まで守ってくれたお礼です。というかこれぐらいしかできなくて申し訳ないんですけど。いえ、お礼を言うのはこっちですから。今日は一緒に来てくれて本当にありがとうございます。先輩ならそう言うとは思ってましたけど。先輩ってツンデレですよね。そうですか？これでも褒めてるんですけどね、一応。